どうもこんにちは、ズーマでございます。今回の動画は相模湾のシイラ船でございます。今回も毎度おなじみ和俊丸さんから出演したいと思います。ちなみにですね、今動画に映ってるロッドなんですけれども、これはですね、シマノのワールドシャウラ BG、 これ村田はじめ先生の監修のロッドですね。これのですね、2838という型のロッドを使ってます。結論から言うとですね、一番硬い、タイプのロッドなんですけれども、この差はですね、今回のシイラ釣りではですね、オーバースペックでございます。じゃあなんでですね、今回こんな、オーバースペックな竿を持ってきたかというとですね、前回のシイラの動画、この時にですね、天竜のイエローテール、このロッドですね、これの2番ガイドと3番ガイドが、キャスティングの時に飛んでしまったんですね。で、次のですね、シイラのロッドがなかなか決まらずですね、今手持ちであるこのワールドシャウラ BG を持ってきたわけでございます。そしてですね、今画面に映ってるロッドなんですけれども、これちょっと短いじゃないですか。これはですね、ダイワのバデルというロッドですね。このバデルはですね、この動画ですね、この城の泳がせでですね、シーバスとかブリとかワラサですね、こういったものを狙います。これもですね、メタルジグの 20g、30g、40g あたりを使う、ロッドなんですけれども、今回はですね、ワールドシャウダー BG 同様に他にロッドがないので持ってきました。前置きはこれぐらいにして出船でございます。はい、一つ目の部位に到着しました。本日の乗船人数3名でございます。なぜこんな3名なのかというところなんですけれども、決してですね、人気がないわけじゃないんですよ。実はですね、前回の動画、これの時にですね、シイラ以外にもカツオとキハダが釣れたんですね。しかもですね、カツオのナブラの群れが1時間半も沈まなかったっていうような、状況が起きてたわけなんです。これにですね、気を良くしたのか、おかみさんがですね、もう今日も出ますって言ってしまったんですね。ただ平日でですね、いきなりポンってこう、シイラ船が出てしまうと、なかなかですね、釣り人側もですね、予定が組めないんですよね。なのでこの人数になってしまってます。通常はですね、だいたい8人とか、多くても10人ぐらいかな、それぐらい乗るんですけれども、今日に限っては3名での出船となりました。今ですね、竿が短いのと人数が少ないので、オーバーヘッドキャスティングをしていますが、通常はですね、怪我防止のためアンダーキャストでやっております。これはですね、私の経験則なんですけれども、シイラはブイとかですね、障害物につくと思うんですけれども、相模湾の場合はですね、シイラを狙う船も非常に多くてですね、大体ですね、毎日のようにこう叩かれてます。なのでブイではあんまり釣れないかなっていうのが私のイメージですね。いる時はいるんですけど、シーズン始めとかね、基本的にはもうこの時期になると、シイラはもう擦れちゃって釣れないかなっていう風なイメージですね。サイズ大きくします。多分ちっちゃすぎて食わない。そしてですね、私のこれも経験則なんですけれども、シイラのルアーってじゃあ一体何がいいのという話になってくるじゃないですか。さらにですね、私みたいにケチなタイプはあまりですね、たくさんの量のルアーを買いたくないわけですよ。そうなった時にですね、私が超絶おすすめするのはですね、シマノのストロングアサシンのシンキング S ですね。これの一番ちっちゃいやつ125だったかな、これですね、これ色関係ないです。フラッシュブーストでもなくていいです。フラッシュブーストでもいいんですけど、これがですね、一番釣れると思います。安定して。とりあえずですね、試したのはですね、この相模湾と駿河湾なんですけど、静岡のね、駿河湾、ここでやって、これがやっぱりですね、安定して一番釣れますね。で、このルアーのすごいところは、たまにですね、障害物にくっついてるマツダイっていう高級魚がいるんですけれども、この魚もシマノのストロングアサシンにだけ確実に反応するというですね、そういう経験もしております。なのでビギナーの方とか私みたいにですね、ケチな釣り人はですね、このストロングアサシンを3本ぐらい買うっていうのがベストだと思います。当たった。メス、オス？オス？どうやらタケちゃんにファーストヒットがあったみたいです。ああやべ。
笑っちゃったマグロかかってるみたいもっと後ろ行った方がいいんじゃないの。知能犯だわP 何号ですか。 P2 号。オーシャンレコードの80。じゃあもうちょっと強くても大丈夫じゃないですか。もうそれ以上やったり、どうしてもこの1本は取りたいでかいでかいでかい。はいはいはい、おー、あー、なるほど。ゆっくりです、ゆっくりです、ゆっくりです。ダメだ、はい、おー、でかい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 、ダメだ。そうですね、あ、無理しなくていいですよ。こっち側に来て上げていただいて、はいはい、やっぱりね、あいつら頭いいなどうせ俺たちしかいないし。ダメだ、船で。念願の、あ、あの顎ね、ターンって入れた方がいいかもしれない。穴開けた方がいいかもしれない。ターンって。そう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 。完全に穴開けちゃった。でかいでかいでかい。やったリベンジ成功。よし。写真。メーターあるかな。ある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 。ダメでしょ、こんなでかいの。多分1メーター20ぐらいあるよ、もっとあるかな。そんなにうん、すごいでかいこれ。外を回遊していたシーラがなんか戻ってきた感じです。ああ、いった。見えない見えない。あ、いたいたいた。よし、来た。青、もう一回来るだろう。いっぱいいる、いっぱいいる。よっしゃ、ピッと。あ、マジでパワー。おっ、台に持ってくな。頭脳犯だな。いますよ。くっついてますよ。くっついてる、くっついてる。一匹。聞こえない。
こっちいる、こっちいますよ。今のじゃもうあのアオリイカのやり方、やり口、そこです、そこです、そこです。まあいいかな。メスだ、下にいるのは。はい、すごいな。怖い。あ、いた。自分から今、あ、はい、いい、自分から今入ってった。シーラがですね、自分からネットインしたんですけれども、ルアーが外れた途端ですね、自分から海に帰っていきました。シーラはですね、最初の引きが強かったようにかなりパワーのある魚なので、こうやってですねトリプルフックとかも持っていってしまうんですよね。この日はですね、全体的に魚の活性が良くなくてですね、おーしゃ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 、直で過ぎた。遊牧にいるマツダイとかも狙ったんですけれども、マツダイじゃなくて遊牧を釣って終わりました。ちょっと待って、ダブルで。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。これからはキハダマグロのシーズンですね。今後もですね、面白い動画をアップしていきますので、ご視聴をよろしくお願いします。ではまた次の釣りでお会いしましょう。